4コーナーズの位置型、先頭4コーナーズは、カナダ中北部にある、4つのカナダの州の境界線が、集まっている、唯一の場所地点である。北緯60度0分0秒、整形102度0分0秒、北緯60.0000 00度、整形102.0000 00度、60.0000-102.00 60. 00に位置している。四つの州とはそれぞれ、 南東は、マニトバ州、南西は、サスカチュワイン州、北西は、ノースウェスト順州、北東は、ヌナブト順州である。ナサマップショーイングキャズバレイクザ・フォー・コーナーズ4、コーナーズはカスバ湖の南岸、ハズバラ湖の北岸にある。ここは、大河の周辺部であり、ヌナブト順州で、ツンドラでも氷棒でもないのは計らずもここだけである。 近くの鉄道や道路からは 100km 以上離れているが、近くのカスバコ空港あるいはカスバコ飛行場から、またはウォラストン湖近くのポインツノースランディングからでも到達することができる。この方戦頭は1962年にマニトバ州、サスカチュワン州、ノースウェストン州、マッケンジー地区、ノースウェストン州、 キーウェティン地区のの境界を示すたために建てられたものである。マニトバ州とサスカチュアン州とノースウエスト順州の宗教の交点はヌナブト順州ができる1999年以前に測量されている。フォーコーナーズには高さ1メートルのアルミニウム製の型戦闘が設置されている。経緯度は北緯59度59分57.98511秒。 整形102度00分27.24027 27秒、北緯59.9994403083度整形102.0075667417度、59.9994403083-102.0075667417、である。片戦闘には1962年に建てられたと、 刻まれており、成形102度からおよそ400メートル離れている。片銭湯の頂上にはディスクがあり、モニュメントを取り去ったり壊したりすると、懲役5年が課される、と書いてある。1999年に、ヌナブト巡州が設立されたことにより、この地点はカナダ唯一の EN、クワドルポイントとなった。ヌナブト巡州の法的な定義においては、宗教は、 北緯60度線と、成形102度線の交点、マニトバ州、ノースウエスト淳州、サスカチュアン州の宗教の交点に始まると定義されている。後者の交点が、前者の権威度と完全に一致してはいないので、完全な測量のなされたことのないヌナブト淳州と、ノースウエスト淳州の宗教が、他の宗教ときちんと一箇所で接しているかどうか、法律は、 完全には明確にしていない。測量は2011年に始まった。ありがとうございます。